カーフー3、ポリの紋章。カルフは、フィンランドのケラガにある、シネブリチョフ醸造所が製造しているビールのブランド。風味の強いペールランガーである。カルフの醸造は、1898年に始まり、近年のフィンランドでは最も市場占拠率の高いビールの銘柄となっている。現在は、アルコール度数の異なる3種類のビールがある。最も人気が高いのは、カルフー3である。 このほか、度数5.3%のカルフ絵もある。瓶に貼られたラベルには、熊の絵が描かれているが、カルフとはフィンランド語で熊のことである。この名前は、このビールが、もともとはポリで製造されていたことに由来している。カルフはもともとポリで醸造されていたが、1970年代に、北ヨーロッパ最古の歴史を持つ、ビール会社シネブリジョフが事業を買収した。 シネブリチョフは、その後1990年代に、デンマークのカールスバーグの参加に入った。ポリの醸造所は2010年に閉鎖されたが、ビールの製造は、ケラバで継続された。しかし、この、新しいカルフに対して、数多くの人々がボイコットの動きに加わった。直近の生産量は公表されていないので、現在も、フィンランドで最も売れているビールであるかどうかは、 確認できない。特に、ノンベイの人に好かれるビールである、とする表もある。A.B. カールスバーグバイズアップザリメインダーオブシナブリショフ、ブルーリー。 ヘルシングン3マット http コロンスラッシュスラッシュ www.hs.fi スラッシュイングリッシュスラッシュアーカイブスラッシュトゥデイスラッシュ 211299-04.html2013 年1月29日閲覧。くつけさちこ。税引上げ、不況にも負けず、フィンランド産、ビール売上増加。裏側にある、社会問題。 2013年1月30日閲覧。ありがとうございます。